おや、子供以外にも私の童話を好きになってくれる人がいるなんてね。どうやら君もピュアな子供心を持っているらしい。次の童話のインスピレーションが来た。じゃじゃーん。童心を忘れないアランナラのおばあちゃん。インスピレーションの元になれて光栄だ。うわあ、これ今にも気絶しそうだぞ。具合でも悪いのか。あ、いや大丈夫。ごめん、ちょっと興奮しすぎたみたい。そちらの二人も私の読者かい？君たちを見ていると、ランギガントとランヤマガナが共に旅に出るシーンが頭の中に浮かぶよ。おお、インプロビゼーションだ。想像という馬に乗り、テキストの荒野を駆け抜けるんだ。君たちも童話作家になれる素質を持っている。タンジェさんの話を聞いてると、童話がバカにされてるような感じがするぞ。それに人を山柄に見立てることってそこまでワクワクするようなことじゃないだろう。アジャンタ彫刻展、アジャンタ彫刻展。おお、そうだ、思い出した。そういえばかつてある小舟が私の記憶の海に侵入してきたことがあったが、そちらに意識の向かないうちに出港していった。何しろタンジェという名の港はさらなる猛烈な嵐に見舞われてしまったからね。何言ってるのかさっぱりだぜ。どうしよう。ティナリのところに連れて行って治療するか。父が言いたいのは、アジャンタ彫刻展の人たちを手伝ってアランナラへの理解を深めてもらうことを忘れてしまっていたけれど、今はもっと大事なことをやらないといけないってことです。なるほど。お前さすがタンジェさんの息子だな。こんなにくどくて分かりにくい言葉が分かるなんて。って今は感心してる場合じゃない。タンジェさん、この件はあの二人の職人にとってすごく大事なんだ。あいつらを助けてやってくれよ。しかし、私の前に広がる青々と茂ったガーデンの方がさらに大事なんだ。これは全スメールの子供たちが夢見る美しいパティサラと関わっている。私、このタンジェはアビディアの森でアランナラが残した痕跡を見つけたんだ。これはアランナラが童話に限って実在するのではなく、私たちの身近にも必ず存在すると証明してくれた。もしアランナラの姿を記録できたら、アジャンタ彫刻展の直面している小さな結び目なんて簡単にほどけてしまうだろう。そしてこれを機に私は教令員の行為に昇格し、そのことは偉大なるタンジェが小さなオルモス校に住んでいるということを全スメール人に知らしめるかもしれない。その書いたことはないけど知ってるよ。教令院に入りたいのなら、審査機関に承認された十分な数の論文と詳細で客観的な実験記録が必要だ。さっきタンジェさんが言ってたアランナラが残した痕跡を見つけたって何なんだ。物語を作るには釣り針を残すことがポイントなんだ。餌を直接与えるのは童話作家である私のやり方ではないからね。さあついてきて。ああ、その方向は。
いや、その方向はアビディアの森の奥だからさ。タンジさんが危険な目に遭わないか心配で。あと、ラーゼィがなんでタンジさんと喧嘩したのかも分かった気がする。やはり君たちも童話果実への欲望に駆られてついてきたんだな。普通の木のうろにしか見えないけど、アランナラの痕跡なんかどこにもないぞ。いや、目は惑わされても心は惑わされない。心を込めて見たまえ。さすれば君たちも収穫を得られるはずだ。うい、心を込めてみるの意味はわかんないけど、とりあえず木のうろの周りを調べてみようぜ。キノコ覚えるのは難しいって書いてあるけど、アランならもキノコの見分け方を覚えなくちゃいけないのか。また紙切れを見つけたぞ。こっちにはこの木のうろは私の城って書いてある。確かに童話のアランナラが言いそうな言葉だな。ここにもあるぞ。もし私が頭の切れるアランナラだったらよかったのに。頭の切れるアランナラってどっちがポイントなんだ？頭の切れるか、それともアランナラ？画期的な発見を目の当たりにする感じはどうだい？素敵だろう？確かに子供のような字だが、ここは雨林の真ん中だということを忘れてくれるなよ。これほど奥深くひっそりとした森にたどり着ける子供はいないし、ましてやこの質素な木のうろを難攻不落の城とは思わないだろう。だからここはアランナラの教令院であり、これらの紙切れは間違いなくアランナラの筆跡であると私は推測したんだ。頭の良くないアランナラが頭の切れるアランナラになりたいという願い事をして、その願いをここに残した。このアランナラに新たな童話を作ってあげよう。その名も木のうろのアランナラだ。どうだ、君たちの目の前にもまるでアランナラが現れるようじゃないか。いや、何も。そうか。多くの冒険者の後ろには見える風の翼しかなく、見えざる想像の翼が欠けている。だから彼らは私の考えについてこれないんだ。それで
こちらのレンジャーさんの背中には創造の翼はあるかね？え、私、いや、私にはあるような、ないような。とにかく私とは関係ないから。いや、私は大丈夫。タンジェさんの創作過程を目の当たりにして、ちょっと、少し心が震えた？そうそう、心が震えた。とにかく私は決意した。ラーズィと一緒にここでアランナラの出現を待ち、木のうろにある奇跡を見届ける。安心してくれ、アジャンタ彫刻展の依頼も達成してみせるよ。本物のアランナラが出てきてさえくれれば、これ式のことは朝飯前さ。おい、なんて頑固なやつなんだ。どうやらここで待つしかないみたいだな。いや、さっきの拠点に戻った方がいいと思う。タンジェさん、闇キノコンとアランナラに、アランナラはすごく敏感な生き物だって書いてあった。もし私たちがここにいたら、きっと寄ってこないだろう。あれ、そんな一文あったかな。ああ、そういえば確かにあったね。さすがレンジャーさん、的を射た意見だ。それじゃあ、まずは拠点に戻って体を休めて、朝日が昇ったらまた証拠を探そう。